サナちゃんちょっと待って、サナちゃん下から見てる、くるぶしです。ちょっともう一回やらせて。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん下から見てる、くるぶしですくるぶしですこれ使うの桃ちゃん結婚へぞ何回言うんですか5月からやから9ヶ月10ヶ月あにして今までで最低の導入ですねまだね、午前中ですからね、今ね、くるジョブチャンネルももう9ヶ月ですか。もう10ヶ月やね。早いなぁ。もう高校生カップルだったら別れてますから。いや、ほんまによ10ヶ月ずっとふざけてきて週2回な週2回見たらもうすぐ100動画ぐらいですねすごいですよね。テンション上がるわ今日はですね、うん、ちょっとものすごく個人的な動画になってしまうかもしれないんですけど。え、なに、サナちゃん探す？いや、あの、100回目でやりました。実はですね、俺の嫁、うん、自転車が、うん、かなりボロいんですよ。ほう。あの、たまに借りて乗っても、100メートル乗ったらもう降りたいって感じになっちゃうんですよ。え、どういうこと？ボロいってもうその、運転するのも辛いってこと？車輪が死んでる。そんなことある？いや、ほんとに。もう俺的にはチャリを変えてほしいんですけど。新しい。はい、あ。本人的には、うん、この自転車の寿命的にもまだ余裕があると。余裕があるのか。ちょっとチョモちゃんにですね、うん、俺の嫁のチャリ乗ってもらって判断していただこうかなと。わかりました。もしね、そんなもう、うん、天寿を全うされてる車輪ならね、はい、兄ちゃん怪我したら嫌やし。ありがとうございます。しっかり見させていただきます。自転車でございます。なんかそんなに見た目的にはね、そんなに、ね、うん、全然。ただ、うん、ここの、うん、あのギアっていうか、なんていうんですか、うん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 、これが ね、うん、思っている以上に死んでますからあ、まあでもなんかその寄りで見ると結構このサビ感はなかなか年季入ってるね。これね、うん、見た目よりやばいですから、うん、いや、マジで、本当に。じゃあ、チョモちゃんに早速乗っていただいていきましょうか。はい、乗った感じどうですか？うん、でもなんかそのこう座ってみた感じは全然普通の自転車。じゃあ、チョモちゃん、嫁の死にかけの自転車、ぜひこれで見てください。はい、レディーゴー。どうですか？みーちゃん、顔。よいしょ。
ということで帰ってきましたけど、そのさ、天寿を全うされてるか全くなかったね。俺もうほんまに、うん、ゴミ捨て場に置いてるような自転車出てくるからって言って思ってて、いや俺的にはそういう思いですよすごく、うん、いいと思う。え、自転車がですか？いや、なんかその物を大切にするっていう、あ、はいはいはい、あそこまで乗ってもらえたら、はい、自転車も嬉しいよなるほどね。俺は、うん、ああなるまで乗ったことない自転車。確かに、うん、漕ぐたびに、うん、ゴリ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 とは言うてたあれ乗ってみて、うん、本人は、うん、これでいい、うん、俺は帰ろう。チョモちゃん的にはどっちの意見が俺は、うん、みーちゃんが乗りたいっていうなら、うん、乗ってもいいと思う、うんうんうん、でも、はい、くるちゃんは、うん、はよ買ってあげたらいいと思う。あー、俺が買ってあげるという自転車プレゼント、ちょっと ATM 行って嫁が欲しいチャリって13万ぐらいですね。電動のやつな、のここの足よけるやつが低いやつ、あれこうなんだね、綺麗系のママが乗ってるやつ。あ、でもね、買ってあげるか。頑張ろう、頑張りましょう。それまではね、俺あの自転車一回ピカピカにするわまあチョムちゃんがあと自転車をある程度まで戻すわ。マジで嫁のチャリを復活させる、復活させるやりましょう。じゃあ今後もちょっとこのプロジェクトは進んでいくかもしれない、うん、そうね、はい、ということで、はい、この動画の配信日以降から、こちらにですね、はい、みーちゃんの新しい自転車募金こちらの講座にね振り込んでいただくということでね皆様からのお気持ちをね、はい、お待ちしておりますね、はい、よろしくお願いします。すごく個人的な動画になりましたが、嫁のチャリを、チョモに乗ってもらったでした。ありがとうございます。 Move on.